甲州加治笠は、ここは笛吹川と釜無川が合流して富士川となっているところです。加治笠町の付近で富士山の北西に位置しています。岩場に立った漁師が魚を取っていて、左にかがんでいるのはその子供のようです。ここでは大きい鮎が取れ、富士川の大鮎として有名です。値段も普通の鮎の何倍もするとのことで、版画の漁師も大鮎がたくさん取れた日には、今日は吟醸酒でも飲もうかとか、大量はいいことですね。この版画は人気があるらしく、ネットにも様々な色調のものがあります。ところで版画の色彩の濃淡は摺師に任されている部分で、例えば濃紺から薄い青に至るグラデーションは、版木の上で絵の具の濃淡を摺師が塩梅してするわけです。この摺師に任されている部分はグラデーションだけではないようです。加治笠については、漁師が立っている岩が緑なのもあれば紺色なのもあり、色そのものも摺師に任されていたのかもしれません。摺師に色の濃淡や色そのものの選択まで任されるというような、一般的に言うと下流工程に自由度が残されているというのはいいことです。逆に下流に至るほど自由度がないというのには抵抗を感じます。例えば歌曲なんかでピアニッシモと指定があるから、もっと小さく歌えと言われても、いやーもっと大きく歌いたいんですよということもあるでしょう。オーケストラと一緒にやる曲は別ですが、ピアノ伴奏の曲では自分の歌いたい調にキーを上げたり下げたりしても良いしきたりになっています。自由度という点で私はこのしきたりが好きです。